なんかゆるーく、時計のことやらせてもらってますけど、今日はですね、ちょっと、昔から時計集めてる人は結構資料的なものとか、あるいはもうアクセサリー的なものを結構持ってる人多いんですけど、僕も結構持ってる方だと思うので、ちょっと今日は、時計好きな人はみんな裏蓋開けるのも昔の人は結構好きな人多くて、オープナーをちょっとやってみたいと思います。その、オープナーですけど、最初ですからロレックスのオープナーからいきたいと思うんですね。で、ロレックスの技術者ブックに R1、R2、R3、R4 とかあるんですけど、これは R4 の、ロレックスのパーツの部分を、技術者に紹介している本なんですけども、その中に一番、ほぼ最初のページかなですよね、ところにあるのがリファレンス番号1001っていうこのイージーオープナーですね、イージーオイスターオープナー、これが出てるんですけれども、これが多分、プロペラ式のオープナーは、除いてですね、ロレックスの技術者が正式に使っていたオープナーの一番ファーストのだと思います。1001ですね。で、今日ちょっとこれ紹介したいと思うんですけど、この次に出たオープナーが1003っていうオープナーになりますけど、僕は1001しか持ってないんで、プロペラオープナーとかありますけど、これが1001が、結構使いやすいかなということで、この箱に入ってますけど、1001のオープナーですね。これですね。で、これは、ここの土台のところを、木の板かなんかにネジ止め、本当はするんですね。ネジ止めして、ほとんどアルミのでできてるオープナーなんで、爪以外のところは軽いんですね、とってもね。軽いオープナーですね。で、これは、後期の方の時計をの止める土台なんですけども、このプラスチックの方の方が、傷がつかないんで、これはこっちを使いますけど、本当はですね、こういう金具ですね、こういう金具を土台のところにつけて、こうやってつけて使うわけですね。で、これ80年代くらいまでの時計はこれで全部入っちゃいますんで、この何種類かある土台の部分ですね、10個ぐらいですね。これで合わせることができて、これが裏蓋のギザギザに合う純正の工具ですけど、これ使えば、簡単に言ったら30系の機械ぐらいまでは合っちゃいますね。だから結構使いやすいです。それプラスこの樹脂でできたオープナーですね、あのケース押さえですね、これを使ってます。これはデートジャストとかに使うんですけど、これがですね、傷つかなくてすごくいいですね。同じように土台の部分に合うように設計されてます。で、これも後から買ったんですけど、これとても使いやすいですね、この樹脂のオープナー、時計押さえが。で、そんな感じで使ってます。で、ロレックスは何でもきちっとリファレンスが入ってるんで、これも王冠のマークとリファレンス1001ですね。で、ちゃんとグリーン色のケースに入ってます。とてもいいので、もしどなたか、どっかで探してありましたら、ロレックス専用ですけれども使いやすいのでお使いください。